古代の記憶、ヒエログリフを読んでいます。侵略者って、やっぱりディーブのことだろうか。しかし、ついに目的地が判明。目指すは時の彼方。こんにちは、ヤカンです。毒を、いや、ケーキを盛られて気を失った、メスたち。なんとここから、主人公交代、4人目の仲間、フーが登場です。この、インドだか中国みたいな国の王子、らしい。しかも無の修行。なんだそれは、装備や強さはどうなってんだろ。装備、無事、レベル、15、弱そう。あ、でもサイが使えるんじゃん。武闘家みたいな見た目の割に、攻撃も回復もできる。これは、まずい。いよいよジェフの存在意義が、頑張れジェフ。なんかすっごい武器発明しないと。ここもストイッククラブですか？遊ぶ。イチャイチャ。ふって一体どういうキャラクター？元は遊び人だったのか。それが、いよいよ王位を継ぐために真面目になった、とか。はじめからグー、極座にいたけど親はどうした。説明書がないから、いまいちキャラの設定や年齢、世界の地理とかもわからなくて。今のはかつての遊び仲間か。ああ、あれは、また、うさぎ消しマシンとか必要なやつだろ。はいはい、うさぎ消しマシン手に入れたら来るから。この国は雲の上にあるのかな。高い山の上、なんか浮かんでるみたいですね。誰？おや、テレポしてっか。よし、修行開始。ここは、ちょっとでも動いたり、家を選んだりすると、全部おじゃんになっちゃって、最初からやり直しになってしまうので、おとなしく、修行を達成することにします。しばらくお付き合いください。怖いよー。
もう、何の修行なのこれ。終わった。の、何の修行だの。脅しに耐える修行。むって、一体。理不尽に耐える修行だったの。ブラック修行。最大の戦い。そうなの。あんまり、派手に仕掛けてこないよね。じわじわ来るタイプ。ギーグ。ああ、未来では派手に来てたんだっけ。カブトムシが、じゃなくてブンブーンが言ってたかな。お、修行はただのイベントではなかった。テレポートアルファすごい使い勝手悪いのにベータはいいな。到着。メスたちからしてみると、だいぶ唐突だよね。誰急にって。ついに、仲間が全員揃いましたわ。長かったわ。ちょっと感動。レベル差に愕然。でもきっとすぐ追いつくはず。マジックケーキが一体何だったのか、わからずじまいです。今度はマジックタルトを盛るつもりか？マジックタルト、一体何なんだ？なんだわ、いいアイテムじゃん。で、この後どうするんだっけ？無の修行のせいで頭が無になったようです。ヒントおじさんに聞いてみよう。博物館は確か、袖の下を渡さないと入れてくれない汚い大人がいたよな。袖の下。これか。よくまあ都合よくこんなものを、大事なものじゃないのか。大丈夫。目がいいな、お前。小さいとか言うな。だったら返せ。ポーキー、ヒエログリフって象形文字でしょ。あの頭の悪そうなポーキーに読めるのかな？うわ、敵がいんのかーい。しかもボスっぽい BGM。何の準備もしてませんけど、強いのかな？まだ HP 低いから、他の3人がともかく、風は倒れるわけにはいかない。
系気合が効かない敵とかいんのか。撃ちてえ。あ、なんだ雑魚だったよ。なぜ読める。風は白色だな。今はダメージ位置でも伸びしろがあるし、PK フリーズもテレポも使えるし、何より王子だし、連発はまあ、好みが分かれるかもだけど。ジェフー、頑張ってよマジで。あ、それでキエログリフ読んでるんだった。ギーグの居場所がおそらく判明。時の彼方、というところにいる。で、魔境って、スフィンクスをまず見つければいいのか。スフィンクスがスカラビ砂漠にあるのかな。ピラミッドはあるって聞いたけど。うん、行ってみよう。プーがそう言うなら行こう。船だ船。電話、出ていいの。フォーサイドの恐竜博物館だ。なんだろう。仕方ない船の前に行くか。ああ、それにしても、時の彼方なんてところに行って、ちゃんと戻ってこれるんだろうか。自分ら犠牲にして、なんてバッドな展開はやだよ。ママがうちで待ってるんだから、絶対みんな揃ってうちに帰るぞ。なんだろそれ。あ、それってもしや、前に行けなかったあそこじゃないの。この穴、どこから通じてるのかわからなかったんだよね。こんなところから。うわぁ、下水道を、歩いている。いい顔してんな。幽霊まで。あら、ちょっと危なかったですね。風にはまだ2が重いし、ポーラの HP も抜群に低いし、でもよかった。
誰も倒れなくて。あと3つで完成する。ドキドキですね。何が起こるのか。うさぎ好み人参。これは、うさぎ消しマシンか。団間に戻ろう。今すぐに。というわけで今回はここまで。次回、団間の黒うさぎを消しに行きます。ウサギの奥の洞窟、何があるんだろ。まさかもう次の場所。それではまたね。